といくらぐらい稼げますかってご相談ですね。まあ、いくらぐらいかっていうのは、まあ、もちろんどれだけやるかになるんですけども、例えば、まあ、デビットカード、まあ、A8 ネットデビットカードとか、あとクレジットカードのですね、口座か、クレジットカードのですね、取得とか口座開設で数万円というのは全然あるんですよね、常に。ですので、まあ、ちょっとしたお小遣いぐらいかなと。もちろんこれはですね、ネットビジネスで稼ぐためのですね、入り口に過ぎなくて、ネットで稼ぐ感覚を知るためにいいのかなとは思いますけれども、まあ、デビットカードがあればですね、自己アフィリエイトできますので、まあ、クレジットカード持てない方でもいいのかなというふうに思います。で、まあ、自己アフィリエイトはですね、全然難しくなくて、あなた自身のブログも今の、いらない、いらなしでですね、できたりするところ多いです。A8 ネットとかもですね、ブログなしでできますので、まあ、まずトライしてみて、ネットでお金を稼ぐってどんな感覚なのかなっていうのを知ってもらうにはいいかなというふうに思ってます。で、